身につけることで様々な場面に役立ちます。特に食事の作法を知らないと相手や周りの人に不快な思いをさせることになります。社会に出ても困らないようにしっかりとしたマナーを、なるべく皆様同じに、食べ終わるというふうなことが大事だと思いますので、食べるよりは早いのはちょっとゆっくりめに食べるのが遅い。冷やかしに入れると思う。